東光電機チャンネル、東光電機チャンネルへようこそ。ありがとうございます。今日はなんと皆様の憧れの、あ、違う、憧れですよね。すごい方ですからね。あの、いや、先ほどの若い二十歳のひなちゃんが誰ですかって言ってました。まあ、そうなります。ひなちゃん、名前もひなちゃんということで、コンサドーレの、はい、今は何でしたっけ、CRC、コンサドーレリレーションズチームキャプテンという役職で働かせていただいてます、河合隆二です。河合隆二です、よろしくお願いします。はい、今日はこの OB 会というね、はい、ぜひ皆さん申し込みというので、OB 会の参助会員、はい、募集してます、よろしくお願いします。はい、でせっかくなんで、はい、タイムショックをやりたいと思います。タイムショック、分かりますか、ね、はい、頑張ります。この60秒の間に、はい、10分、6秒に、だから1問6秒ぐらいで答えられる、はい、うわ、基本質問系なんで間違うことないですけど、最後だけちょっと問題になってます。はい、最後で間違うんです。あの、頭の良さ加減が分かります。めちゃくちゃ頭悪いんで、じゃあ、行きます。生年月日は1978年7月14日身長と体重は182センチ、83キロ。今の役職を教えてください。 CRC。 サッカーを始めたきっかけは、親に、お散歩コースに連れてもらったから始めました。好きな芸能人は、ダウンタウン。座右の銘は、座右の銘、今目の前のことを全力で。尊敬する人は、父、母。ファンにもらって一番嬉しかったものは、クラシック。計算問題です。100×100×100は10秒。はい、ということで当てちゃってよかったよ。当てちゃったね。心大丈夫ですか俺今。なんかどっちみたいな。ということで、じゃあ、好きな女の子をお持ち帰りしていきたい。大丈夫なんです。なんかないかな、罰ゲーム。こっちの罰ゲームか。あ、じゃあ社長なんかやってもらって。なんで俺今仕事があるんだよ。あ、逃げた。おい、待って。あれだよね、スタージャンプじゃん。スタージャンプ1回見せますから、これ2回やってください。2回2回です。いきますよ。スタート。このジャンプ全力でお願いします。いいですか、全力ですよ、全力。やるからには今目の前のことを全力で。3、2、1、スタート。スタート。ありがとうございます。綺麗だ、綺麗だ、最高でした。最高の、俺の罰ゲームじゃないかなって思うんで。はい、ということで、今井隆二さんに来ていただきまして、いい動画を撮れたんじゃないかなと思いますので、またコンサドーレもね、応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、応援よろしくお願いします。